じの皆さんどうも、高橋です。高橋かぶらです、今日はですね、飼育している亀さん、はい、高橋こうきと名付けてます。はい、こうきくんのお部屋と、あとカエルがいるんですよ。フロッグ、いろんな種類のフロッグ、フロッグ、ジャパニーズフロッグいるんで、彼らのお家をね作っていく動画になります。しかも部屋中魚だらけになってきた。でここは今ちょっとね、緊急でウナギが入ってる水槽です。でここにいるんだよ、カメが。カメくん、あれコウキいました。はい、ちょっと半島民のところをちょっと無理やり叩き起こしたみたいな形になって申し訳ないです。去年はね、玄関で冬を越しました。よし、はい、今ずっとね、外気温がだいたい5度ぐらいなんですよ。で5度ぐらいで水温も6度とか、水温の方が高いかな、水温が6度ぐらいかな。で外気温5度ぐらいで、もう今半冬眠の状態にいたんですね。で去年もね、エアコンかけてない部屋で玄関に置いて、まあ5度とか、温度5度6度で、餌すく控えめで冬を越した感じなんですけど、ちょっと今年はね、大きくさせたいから、ちょっと部屋のあるなところでね、部屋の中で暖房効いたところで、快適な状態を作ってあげて、だいたい23度5度ぐらいの間の快適な気温にして、このカメ君のね、コウキ君、ちょっとコウキ君ね神経質だからね、あんまり俺触らないようにしてるの。何？何何何？どうしたの？どうしたのかな？うちの子ですね。最近よく出演しますね。おう、あーじゃないよお前。今からちょっとね、やる前にちょっとこの水槽10秒だけ見よう。はい、薬浴中です。ここにいるのはね、見えるかな、これフロッグ、凶暴なね。これ何ガエルっていうの？アフリカウシガエル。アフリカウシガエルと、こっちもいるね。それがすごい、名前間違えた。クラウンツェウェルツノガエル。え、ちょっと待って、なんかもう一個呼び方あるかな。クラウンベル、もう一つのこれ太っとる。ちょっと待って、めちゃめちゃ太っとるね。じゃあ何、うっちょっと体汚くない？やばくない？こいつ潜るから。フロックソイルに潜るんですよ。やばいね、太っとるねこいつ。何食べたらこんな太る？食べ過ぎちゃうから1週間に1回でね。それでこんな太っとるんだ。水槽来ましたよ。1、2の3、1、2、3、はい、4代目も来ますよ。なんかすごいね。ちょっと開封しようよ、新品の水槽、マリーナ60センチ水槽。ちょっとローだねこれ。そうだね、ちょっとちっちゃいやつ。あのカエル水槽今作るんで、朝から、はい、ちょっとそれ開封してってください。今2つ開封した、はい、亀も持ってきたからね。亀、うちのコウキ。これコウキくんね、びっくりして、これ相当ビビリだから。こいつでかくなったね。うん、まあ一回りでかなったよ。ほらだってもう1年おるもん、うん、この子今年は暖房であるところでね冬越しさせます。なるほど、ね、ちょっと大きくせないとね。ガイオさん、水槽が4台セットできました。はい、じゃあちょっとやっていきましょう、はい、シールとか剥がし流して、シールとか全部テープとかね。で、チャガイさん、これ見て、バイオフィルター30、これをセットして、これで循環式、うん、アクアリウムいいでしょ、アクアリウムの動画。そうですよね、この間動画出したら1500回だったあの120センチ水槽、俺の中で名作だったんだけど。おかしいですね、動画的にはバズってもおかしくないですけど。そうやんな、ちょっと視聴者のレベル低いかもしれないマジで。でもはっきり言ってこうかな、そういうの。いや、言わんほうがいい。悪役は俺がやるわ。わかりました、はい、すいません。そうそうそう、悪役は、悪役はいないと引き立てません、ね、そうそう、いうこと、そういうこと。あ、でもいいね、アクアリウム、生き物こうやって育てるのね。あ、ジャガイさんあんまり好きじゃないか
魚系はあるんですね。はい、今日ちょっと手伝い補助要員に出ていただいて、楽しいね、やっぱ新規の立ち上げは。で、今回ね、バイオフィルター30っていうので、こういうものがあるから、これでちょっとろ過をね、軽くやっていこうかな。見せて、成功した？あ、はい、成功しました。あのカエルやカメたちを、はい、ろ過システム、はい、これがいい感じだね。そこに上にエアレーションくっつけて、こうくっつけるってことですね。で、水をでブクブクブクって言うわけよ、はいはいはい、そうするとカメとかカエルがしたうんこをそのブクブクがバクテリアが繁殖して全部分解しちゃう。あ、こう過去繁する感じ。そう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 、20年前30年前思い返してください。まさか YouTuber になると思わなかったでしょ。そうですね、ね、まあいいや、ちょっとこれ上げてください。そこにポンプがある、はい、ポイントはね、この重連結の鉄、これでね、エアを調整できるんですよ。わかります。ここの中を空気が通るってことですか、このパイプの中を。そういうこと。なんか知らんけどかっこいいですね、これ。かっこいいでしょ。これ10どころか1,2,3,4,5,6,7,8,9、 これ1,2,3,4,5,6,7,8,9、 9に18連結。ここでこういうふうにやって、ここで、ああ、調整できるエアを、ね、できてますね。これをこうしたらエアが通るみたいな。はいはいはい。これでちゃんと締めるってことですね。そうそうそう。外れないようにね。そうそう。はい。オッケー、いいね。はい。この中今入れて。はい。ここに刺していいですね。刺して奥まで。はい。開けとくから。はい。お、まあまあフィットしますね。奥までグッて。はい。どう調子？調子 OK です。出たい。うん、出たくないみんな。出たくないがいいじゃん。カメちゃんダメだよ、出てよ。カメリン出てよ。カメちゃん。カメリンとか可愛い。多分日本を代表するそのアイドルじゃないけど、そういう立ち位置いけるかもよ。本当か。そうだよカメちゃん。俺が出るより全然いいってカメちゃんで。多分カメに出た方がいいかも。うん。なんすかそれ。いやだからあんたの後ろにカメに座っとりゃいい。いいよ、顔丸出しでや。いやな。嫌だとか言って空気をしてみたんですけど、ちょっとこれ異常にうるさいね。これはいいんだけど、俺こんなん気にならないタイプなのよ。ちなみに俺の家にもつけてあるから。これ気になりません。これは気にならないけど、これ気になるんで、まあ、一般人の人気になるよね。どうしても不快なんだけど、この子。うおー、さよさん、安永のエアポンプが設置できた、はい、あとはじゃあこれをくっつけていこう、はい、ちょっとこれもね、一回そこ水槽設置して。あ、わかりました。手前でいいよ、一回ね。ここですよね、うん、あ、出てますね。出てるでしょ、はい、で、そこのコックがあるから、はい、そこを動かしたら調整できるのよ。あ、風量を？風量を、止めたり出したりできるわ。じゃあ行きますよ、うん、一応カメさんとカエル君のうちだから、はい、出てるんだけど、この実はね、ドンコ水槽あるのよ、うん、ドンコとね、土壌が入ってるんだけど、そこの石をちょっとカエル拝借してね、重しを乗せる。これバクテリアがたっぷりするんだ。これ石で重しをね乗せてあげる。実用的じゃないよね。ないほら、何の意味もないんやあれ。やっぱ水中ポンプが買わないかんな。さあ、とんでもないことが発覚しました。エアーをこうやって今送ってみたんですけど、見てくださいこれ。これ何の意味があるんですか。音だけうるさくて。ちょっと水入れて、水入れて。どうした？これ井戸水の原と一緒だね、うん、その穴から水入れてやるとね、多分大丈夫だと思う。まだ空気が入ってんの、この筒の中に。一杯入れてみて、実験で。何これ、こちらね、これ水出てるよ、これ循環しとる。浮くかな。いいよ、亀君置いてあげて。いいね、これは。ちょっと入れてさ、はい、カエル君たちのオアシス。あ、今カメラが飛び込んだ。ちょっと水多いからもうちょっと少なくして、はい、あと一杯ぐらい。わかりました、うん、で、今度はカエル君たちのオアシスを作るよ。はい、はい、皆さん、これは私が今度ね、600円で売ってるエアハイムのちっちゃいポンプ、水中ポンプ買ってきて、またつけて、そうします。今回はちょっとね、安永のエアポンプ、部屋の中でうるさかったし、プス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 、あんなもん、全然癒しにならない。アクアリウムじゃない。逆に不快指数が、溜まる。どうしたかな？潜っちゃって。うわぁ。
水の中にいますね。この部屋は常にエアコンをかけて23度で固定していこうと思います。うわ、気泡がついちゃったね。見て、はい、はい、これ今外で赤玉土、メダカビオトープで使ってたやつ、はいはい、これをちょっとここに入れて、じゃあ入れていいんですか。いいよいいよ、ちょっと濁るけど1日経ったら透明になるから、はい、今日だけ濁る。あ、いいね、ニードルも入れるの。これはグリちゃんかな。グリちゃんがいい。じゃあちょっと入れてみようか、はい、もうそのままどう、土も使っちゃえばいいやん。これ、うん、フンが入ってるからあんま、いや、フンもね、バクテリアになるのね。これ、高橋君、触れる？これ、カエル触れ。え、なんでこれ、噛まれたの、これ、血出た。大丈夫、大丈夫。いや、俺、去年、こいつに噛まれた、手から。ものすごい、今日、ちょっとこれ、興奮しとる。いや、あかん、あかん。去年、俺、血出たやん、ね、パッと。刀用で切ったみたいな、血が滲んだ。今日はだけど、なんかいい感じ。危ねえの？これ、危ないから。俺も餌と間違えて、手食っちゃうんですよ、手食っちゃう、ね。俺も血出たでね、はい、指噛まないよ。めっちゃ怒っとるや、これ。怒っとるん分かる。はい、怒っとるわ。まあ、それは殺されるかもしれんと思っとるでね。はい。うわ、これは立派だわ。死体に。ブリちゃんの部屋。うん。いいね。餌あげますか？うん。これカメラここ。あ、はい。これ何？これハチノコです。はい。需要ブリちゃん用の？はい。いいよ、あげてじゃあ。食べるかな？わかんない。まだちょっと緊張しとるかな？今入れた新しい場所だで。ちょっと画角が悪い。うわ、食べた、いきなり。すぐ食べますよ。ちょっと画角が悪いです。そうですね、こっち向いてもらいましょうか。まだまだあげないで、あげないで。どれをあげるの？ハチノコです。オッケー、ちょっと待てよ。いいよ、いいですか。いいよ、はい、どうぞ。あれ、今手で触ったもんね、緊張したんだよね。怖い、いきなりバクってきますからね、これ。ふい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 。あれ、太ってないでも、だいぶ。あれ、ダメですね。こうポタッと落としても食べるんですか、okay. ああ、食べんな。さっき手でさ、2回も3回も触って移動させられたばっかり。なんでいきなり飯やって1週間、うわぁ、食べた。食べる。うわぁ、もう一個、もう一個あげる。どんぐらい食べるの？すぐ食わない、もう飲み込まんで食わへん。やたら太っとるね。でかいでしょ。なんか腹が出とる。待ってよ。いいよ。食べる、食べる。うわー、食った。まだ食うの？マーク、これいくらでも食べますよ、多分。どうぞ。ほら、あの、下なってる時はあげた方がいいんだよね。うん、大人だけど。あ、今飲み込んだわ。おーい、大人になったら週一でいいんだ。これは贅沢な餌だね、この蜂の子。贅沢だよ、こんなもん。ギンギンになっちゃう、これ。ギンギンとか言うんだよ。すごいな。これだって人間が食べれるやつですからね。あ、もういいって言って。あ、入れません、うん、じゃあ、アフシの方あげましょうか。食べましょうか。あげよう。グラもお腹空いてると思うよ。カメ君も冬眠から開けたね、よかったね。何て言うの？この子はグラ君のね。グラ君って言うの？グラ君はね、うん、結構ね、神経質なんですよね、うん、なかなかこれ、床変えると食わなくなる。これさ、この状態だったら食うかもしれない、うん。あ、そんなに反対じゃないですか、箸が。うん、なんでこっちにしたんだろうね。この子は結構神経質だからね。もうカメラ向かえたらダメ。まあ食わねえな。まあ一番食う子おるけどね。じゃあその子にあげよう。あ、この子カメラ加えたらダメなんや。はい、性格があるんだ、やっぱ。あります、マジであります、ね。グラ君はもう こっちはこのグリちゃんはすごい、何、あの、おおらかなの。もうカメラ向けてもマイペース で、うん、でよく仕事をしますもん。このコウキ君がめっちゃビビりなの。あ、そうですか。めちゃめちゃビビりなの。動かないんだってこいつ。ポンちゃんだよ、ゴンだよ。もう一匹の方がやたら活発なやつおったけど。いますよ、落とすだけで、うん、ほらほら、餌よ。あ、こら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 、怖いな。いや、食べます食べます、絶対食べます、こいつ。緊張したんだね。この生き餌が結構好きなんだよな。怖いな。
あれだからいきなり場所移動したから緊張したんだ。うわ食べた。食べるわ。ほら食べてみ。ほら、うお丸のみ。もう一個行こうか。いくらでも食いますよ。一個飲み込まんで食うんかもしれん。ごっくんすんとか。ほら。ごっくんしました。まだしてない。あ、したね。おーい。餌ですよ。変ビビってる感じ。やっぱり生き餌が一番いいですね、食いつきは。うん、ほい。生き餌なんかある？生き餌ないですね、今。あれ食い悪いな。グルちゃんがまた多分食うね。面白いね。あ、今食いそうだった。あ、食います食います食います。これ。ほら。あれ緊張しとるやん。おーい。あ、グリが食べたいかな、あれ。ここにあるね。デブデブだよ。ここにあるね、ほらほら。ここにあるよ。ここ、ここ。こっち向かさない、これ。腹ボテボテじゃない。ボテボテ、ボテボテ。こんなもんな。はい。すごいな。あれ？上がってる。おい。いらんかい？いらんかい？食いませんね。これ来てから2年ぐらい経ったね。うん。コウキ君のお部屋はね、こんな感じで。ちょっと今度水中ポンプを買ってきてね、 A5 のこんなちっちゃい水中ポンプ、それをちょっと入れてね稼働させようかなと。でこっちね、これグリちゃんね、新しいお部屋ありがとう。でこれあと2つ作っていくんでね、このキーちゃんね、黄色のこのキーちゃんと、いやキーちゃん、これはね、アフリカウシガエルのね、これ名前なんだろう、わかんない。ヒロポン。ガザマズチを今外からすくってきたんで、このねバクテリアがいるやつ入れてきます。赤玉土入れるからね。見ててよ。ドバー。うわーすごいね。ドバー。半々にする？じゃあ新しいお家に。あ、ちょっと水が多すぎるのこれ。うん。そんな気がするね。いいね。動いた。ちょっと緊張してるかな、初めてだから。グリちゃんは決まってない場所を高いって決めたんだ、うん、危ないでね、グリちゃん、これ噛むからね。これすごいな、目が。はい。そしてコウキ君はずっと水中の中にいるね。コウキ、気をつけて。はい。あ、見せて見せて。ちょっと待って。これ名前なんて言うの？え、太郎って今言いましたよね。いや、あなたはなんて言ってたの？こいつはゴ、あ、いや、ゴー君です。ゴー君にとった。はい。ゴーヤに似てるんで。ゴー君。はい。よしよしよし。ああ、これは可愛いわ。ちょっと水が多いですね。ちょっと水取ってあげるじゃん。はい。こいつは水じゃない方がいいの？そうですね、腹の下から取るんで。こいつもなんか本当土があった方がいいのかもしれないね、環境的に。土入れてあげよう。あ、ガラス越しに喧嘩か、これ。お見合いですね、これ。一緒に入れたら絶対殺し合うよね。食っちゃう。うん、多分ダメでしょうね。危ないよね、絶対一緒にしちゃダメ。うん、どっちか多分互角の勝負かもね。これめっちゃ神経質やな、これ。